初心者は、えー、コンボと対空しろと言われます。コンボはともかく対空が気になります。えー、ブロンズの時から対空勝利は徹底して練習したので得意ですが、えー、プラチナの今まで優位を感じません。密着優位を生かせるのは、えー、ウルシルカーゴールド以降で、えー、ブロンズはガンガードシルバーなら遅らせぐらいでほぼ終わります。対空リターンも、えー、置き攻めのあるキャラ以外は、戦場を変えるものはなく、 1>, 1ラウンドに3、4回落としたところで、地上でボコられて負けます。遠距離キャラとかならともかく、初心者で対空がそんな優先の高いでしょうかあー、これ面白いな、まあ。ガードしてからの防御で、別に防げるから、そんな別に対空する必要ないんじゃないかみたいな。えーっとね、対空がなぜ大事かと言われるかというと、対空って、あの、確定反撃なんですよ。つまり、えーっと、小竜拳ガードした後に、反撃すんのって、どう思います大事だと思うか、大事じゃないか。 どっちだと思いますかってなったら多分多くの人が大事だと思うと思うんですよ。まあそれと一緒で単純に飛んだ相手って100%ダメージ出せ奪えるんですよ。ガードできないから。で、まあ各技の、えー、と確定反撃を覚えるのって大変じゃないですか。例えばマイナス3の技にマイナス3の技返したりとか、えー、マイナス5の技にマイナス5の技返したりとかってめっちゃ難しいじゃないですか。覚えれないじゃないですか。でも対空って飛んできた相手に落とすだけだから落とす、まあ、だけってかめっちゃ難しいんですどそれが分かりやすいんですよね。まあなのでまあ ダメージ減になるから覚えた方がいいといとう感じですねただまあそのうーんまあ俺めちゃくちゃこの人のちょっとうがった目で見ちゃうんですけどプラチナの今まで優位を感じませんっていうのは俺はちょっと信じられないですね。うーんだからその体空がその体育ができない人がいや体育できなくてもこうやって防げるから全然あの問題ないんじゃないですか体育できない人も勝てるんじゃないですかっていうのはわかんないんけど体育できるけどプラチナの今まで優位感じませんっていうのはなんかちょっと。 うーん。いや、絶対感じる気がするっていうのは思っちゃいますね。わかんないですけど、ちょっと試合みたいなのはわかんないですけど、めちゃくちゃ飛んでくると思うんで、まあ確かにその、結局対空3、4回やっても大き攻めでボコられちゃうから、まあ負けるっていうのは一つあるんですけど、まあそこちょっとわかんないですね。うん。まあまあそこで何とも言えないんですけど、まあ間違いなく優位になると思いますね。ていうかその、初心者対って、飛び合いなんで、まず本当の初心者は、 ボタンの押し合いいじゃないで、すか大攻撃とか押し合ってどっちが勝つか決めるっていうでその次がコンボを覚えた人が出てくるじゃないですか。で、コンボを覚えた人がやることって、絶対飛び込みなんですよね。飛び込んで、コンボを決める。で、相手が対空出ないから、リターンがそれで圧倒的に勝てるっていう。で、その次が、その、飛びを返せる人が出てくるっていう。まあ、みたいな感じの流れだと思うんで。まあ、対空は難しいんですけど、やっぱ出せると強いですね。まあ、確定反撃として出せた方がいいって感じです。あー、でもね、そうそう。対空意識しすぎて 上見れないから上見たくないっていうのはあの分かりますわあの、他のこと何もできなくなっちゃうんでねそれちょっと難しいんですよね対空とにかく対空をやれって言われるのは結構ストレスっすよねいや対空意識したら他のこと何もできなくて勝てないやみたいなでもその教えの方からすると対空をやれってめちゃくちゃ分かりやすいその教え方なんですよねい言いやすいんですよねいやこれ対空出てないから勝てないやみたいなまあそれはあるかもね うん、対空めっちゃ練習できるようになった割には、選手あんまり上がってないっていうのは、めっちゃあると思いますね。てか、あ確かに、対空めっちゃ練習して、あの勝つ、あのやるよりも、セットプレートはうもめっちゃ練習する方が勝てると思います。それはもう100%だと思います。フット5は初めて1ヶ月ぐらいの友人との話。えー、友人、プロの対戦みたいな前捨てにコパンしてるけど、人読みうくなったらできるの。で、私。 前捨ては意識してると思うけど、実際にコパンを押すのは前捨てを見てからだよ。さすがにこのスピードに反応するって無理でしょ。一生できる気がしない。今はプロじゃなくてもう止めてくる時代なんだけどな。ごめん、嘘だよ。前捨て読みで技を置いてる。私はうとつきになった代わりに、一人のプレイヤーをスト5に繋ぎとめましたが、今は友人の前捨て読みコパンピッピをやんわりとやめさせる方法を考えています。これはですね、あの、前捨ての初動のモーションを、になれるっていうことやと思います。 だから、やってるうちにできるっていうことを言えばいいと思いますね。だからその、いきなり、例えば、その中断とかも、あれ、なんで中断見てからガードで言うかって言ったら、中断のモーション知ってるからじゃないですか。例えば、発生がどんだけ遅かろうが、それが中断でわからんかったら、中断立つことできないわけですから、マイステも一緒なんですよね。マイステのモーションを、まあ、ある程度分かってくれば、少しずつ精度が上がっていくっていう理屈なんで、 だそういうことを教えれば、言えば、割と納得できたと思います。あ、なるほどっていう。結局それもやり込みなんだなっていう。うん、あ確かにその環境でプレあれ変わるっていうのはあるね。確かにプロはその、プロっていうか、そのやり込んでる人はみんな PC 版で結構いいモニター使ってやってるけど、その人はね、例えば PS4 でなんか遅延があるモニターとかでってやってたら、きついかもしれないね。まあ、ここはちょっと嘘つく必要はなかったのかなって気はしますね。先日,日、樋口さんが、 左利きであるということを知りました。世の中のあらゆる動画が右利き用に作られているため、左利きの人は苦労する方多いですが、格言において巻き込みやパッドの配置は左手があれば、右手がボタンと決まっています。そのため左、左利き手によっては少なかず操作感覚が違うと思うのですが、実際のところ有利不利はあるのでしょうかそもそも左利きの人が少ないので、比較してらたいと思いますが、教えていただけると幸いです。ちなみに R さんも左利きだそうです。左利きの方がやりやすそうじゃないって俺は昔からずっと思ってんねんけど。だって、 明らかに、レバーの方が難しくないっすか格ゲーって。レバーとボタンやったら明らかに精密の方が、あ精密じゃないですか左手の方が動きが。って思っちゃうんですけど、結局これってわかんないですよね。結局これ青芝で、なんか左利きの方が有利な気がするって俺は思ってるけど、まあ、左利きの人はそう思ってないとか、逆のこと思ってるかもしれないんで、わかんないです。レバーを右側に付け替えるやつあったの。あの、ブリキのコントローラーか。 まあでも基本左利きの方が不利よね、世の中はね。あのー、走る時のあのトラックとかも右利きの方が走りやすいようにできてるみたいですね。右足が外側にある方が踏ん張りできるから有利とか、空きこはそうでもないけど連打が苦手。あ、それは絶対あると思いますね。あのー、左利きの人はピアノ押しの連打とかは結構きついと思います。俺左手ではできないんで、ピアノ連打。風堂さんは逆の空きコを試して結局慣れてきなことを言ってたような。まあ一回慣れちゃうとね、 さすがにちょっと <laughs> 一回慣れちゃったらまあもうきついんかなと思うんですけどまあなのでなんとなく左手の方が有利な格ーに関しては有利な気がすると勝手に思ってますけどわかんないですそんな気がするだけで最近もうゲーセンに通うことはなくなった,なくなったのですが昔毎日のようにゲーセンに通っていたせいかよくゲーセンに行く夢を見ますハイタニさんもゲーセンに行く夢を見たりしますかもしかよく見る夢があったら教えてください見ますねあのー、ゲーセン… 昔行ってた本当に昔子供の時に行ってた当の昔に潰れたゲーセンに,に行く夢見ますね。まあ、そこで KF98 とかやってたんですけどそれがまだあってそこで対戦したりとかそのゲーセンに行く夢は見ますね。うん、ああまだこのゲーセンあったんやみたいな夢は見るしあと他に見る夢はなんかあのー、普通に例えば地元の道歩いててふと知らない道を通って。 に入っっっったたらゲーセンがあったっていう夢をめっちゃ見ますます、あ、今はさすがにあんまり見ないけどめっちゃ見てました。あ、こんなところにゲーセンあったんやったーって夢をめちゃくちゃ見てました。まあ、今はゲーセンあんまり行かないからあの知らない公園を発見する夢とかを結構見ますね。あ、この通り行ったことなかったなーって入ったら新しい公園があってわーやったー公園だ <laughs> みたいなとかは見ましたね。見ますね。まあ、それゲーセンが今公園になったって感じなんですけどまあ、でもめちゃくちゃよく見ました。 あとはその、例えばなんですけど、どっかのお店が潰れて、なんかテナントになってるみたいな。でそこに、ゲーセン、そこがゲーセンになってるっていう夢はよく見てました。あ、なんかあそこのお店潰れたみたい、次何になんやろうってワクワク、もしかしたらゲーセンになるんちゃうかなみたいな。まあなったことないんですけど、うわ、やっぱゲーセンできたみたいな。は見てましたね。ああ、やっぱ夢やったんかみたいな感じですけどね。だ結構よく見てました。本当にゲーセン関連の夢を。 でもなんか、そういう夢が多いですね。あのじ、普段行ってるゲーセンの夢はあんま見ないですね。存在しないゲーセンとか昔あったゲーセンの夢を見てましたね。